皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も謎解き探偵ガールで遊んでいくよ。さあ、ステージ54、パニックの理由、ワニワニパニック、クエスチョン1、交差点で自動車事故が起こり、ワゴンを運転していた女性が亡くなった。ワゴンの女性が運転を誤ったようだ。それが分かるのはどこだろうと。運転、あ、蜂が、なんかすごい凄惨な光景ですね。あれ違う。それが分かるの？これってことですか？車の場所ですか？さあ、解説。ワゴン車は前面、セダンは側面が大破している。男性の運転するセダンに女性のワゴン車がぶつかったようだと。さあ、クエスチョン2。ワゴンを運転していた女性は赤信号で停車中にパニックを起こしたらしい。その原因は何だろうと。あ、こちらですね。じゃあ、鼻にずっとついてたんですかね、ハッちゃんが。さあ、正解。解説。車内に蜂が入り込んだようだ。発見した女性はパニックになり、アクセルを強く踏んでしまったようだと。あ、ブレーキとアクセル、なんか踏み間違えるみたいですよね。クエスチョン3。また女性の死因は自動車事故によるものではなかった。それが分かるのはどこだろうと。え、刺されてアナフィラキシーショックですか？こちら？正解と。解説、首元に蜂の刺し傷がある。死因は自動車事故ではなく、蜂に刺されたことによるアナフィラキシーショックと見られると。1回目は大丈夫だけど、2回目から過剰反応でしたっけ？免疫の。で、死んじゃうと。クエスチョン4。車のウィンドウは全て閉まっていたが、蜂はどのようにして車内に入り込んだんだろうか。ヒントとなるものが車内にあると。この瓶の中に入ってた。それはないと。さあ、ではこの蜂ですね。蜂じゃない、花でした。花正解と。解説、助手席に花束が置いてある。蜂は花束に紛れて車内に入り込んだとみられる。花束は恋人からのプレゼントだったようだ。まさかこんなことになるなんて。ああ、綺麗な君に送った花に蜂が入ってたと。悲しいですね。さあ、では動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらなるほど天のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。